丸福は、かつて存在した、日本の電話加入券売買、電話担保金融業者である。貸金業登録番号は、大阪府知事第12,529号で、あったが、現在は廃業し、登録業者ではない。かつては、全国に拠点を有する数少ない、電話担保金融業者として、中小企業や個人事業主、及び消費者向けの融資、レンタル電話事業を行い、 海塚市に事務センター及び全国に数百の店舗を構え、日本全国津々浦々の民家などに赤と白のブリッキの看板や放浪看板が設置されていた。しかし、電話加入券の担保価値が下落してきたため、2002年5月、電話担保金融の事業から撤退、資産の大部分をシティグループへ売却し、生活キャッシング、振込ローンで再出発するも、 折からの上限金利規制強化や貸し倒れの増加により再建を断念した。現在は貸し金業登録もされておらず、会社の営業、実態は存在しないようであるが、2015年時点で役員登記は毎年行われている模様である。2005年12月の臨時株主総会で当時、代表者が同一だった、丸福ク,クレジットへ貸し金業部門の権利義務を、 承継させる九州分割を実施して、丸福ク,クレジットが、丸福、旧丸福は、株式会社、バンテージキャピタルマネジメントジャパン、株式会社ビラージュキャピタルへと称号を変更している。かつては、藤田義子、畑野広子等を、CM、赤井秀和を広告に起用していた。なお、貝塚市の事務センターはすでに閉鎖され、現在は、住宅地となっている。なお、 ジャスダック城上場のフィスコの陶器場の本社住所は、丸福の本社住所と同じである。各地に設置された看板は、廃業後の現在も、郊外の古い木造建築物を中心にまだ多く、残されている。1990年代には、以下の番組を提供。大阪高裁平成19年代3428号不当利得金。 返還等請求控訴事件兵庫県弁護士会 HP よりアーカイブド2012年11月8日アット・ザ・ウェイ・バック・マシンヒルズ族が福祉改革都内に最大級の介護施設日経 BP ネット2005年10月28日田舎民ホほいほいフライングー1の監督クレジットに使われた赤い看板の元ネタわかりますかありがとうございます。